パン調理パンサラダパンサラダパンツルやパンサラダパンとはマヨネーズで和えた刻みたくあんのペーストをコッペパンに挟んだ調理パン。滋賀県長浜市木の本町木の本にある1951年創業のパンやツルやパインの名物パンである。店頭販売のほか、ネット通販、滋賀県のスーパーマーケットチェーン平和堂の一部店舗。 近隣の滋賀県立医加高等学校の購買、日本電気ガラス高月工場の購買部や自販機でも販売されている。滋賀県のごく一部の地域のローカルフードであったが、2000年代のご当地グルメブームによってマスコミに取り上げられるようになり、滋賀県発の代わり種パンとして全国的にも知られるようになった。 2015年5月頃より一時期、滋賀県内のセブンイレブンで、大海の味。サラダパンと題して、F ベーカリーコーポレーション滋賀事業所制によるものが、販売された。1957年、初代主人の妻が、塩気のある調理パンのアイデアを思いついたのが始まり。当初は、サラダパンの名の通り、マヨネーズで和えた刻みキャベツを挟んだものであった。そのため、 パッケージの袋にあしらわれている黄色はマヨネーズ、緑の文字はキャベツから来たものであり、サラダパンで使っているたくあんは着色料が使われていないため白く、黄色はたくあんの色というのは誤りである。その後、キャベツの水分でパンがふやけてしまう問題点から一度製造を停止。刻みキャベツのような食感を楽しめてかつ日持ちする食材を探していたところ、 現在のタクアンに行き着き、1962年より販売を再開した。製造停止時に大量に残ってしまったパッケージを再利用し、タクアンの野菜だからサラダじゃないかということで、名称は変更されず、現在に至っている。そもそもの名称の由来が、キャベツとは関係なく、マヨネーズの材料のサラダ油であることからとも言われている。ありがとうございます。